新田友里に一問一答イエーイ。せっかく同期揃ってるんで、ゆりにもこの前いくちゃんに聞いたみたいな一問一答をしていこうかと思います。結構踏み込んでいくけど、踏み込んでいいわよ。踏み込んでいいいいわよ。 NG はないわ。 NG なしだからね。 NG だしね。そうよ。最初はやっぱ普通に尊敬する選手。尊敬する選手、山口剛さんです。山口剛さん、はい。師匠、はい。もうレースすごい系、ターンすごい系、すごい系、まあ、全体的に、まあ、もうかっこいいし、うん、なんか本当もうどの辺っていうかもう全部語彙力、語彙力、語彙力なし。はい、じゃあ次いくちゃんにも聞いたけどね、うん、差し入れされて嬉しいもん、はい、何ですか。ね、なんじゃろ、普通になんかボディクリームとかめっちゃ嬉しいし、ご当地のお菓子とかも好きかな。ああ、トロベ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 はいくちゃんや。トロベ知ってる。トロベなんか知ってるよ。え、有名なんだ。めっちゃ知っとる。多分こっちじゃろ、西よ。でも愛知もあるし、愛知もあるらしい。あるんかい。なんかコメントをそういただいて、はい、探しておきます。あ、そうなんじゃん、はい。無人島に行くなら誰と行きますか。いくちゃん。友達でしょ。いや、てかできるし、私ら多分フィーパーンって魚プサってやって皮膚ウエーって思ってさ、いったかとかって言いながらこう楽しくやってさ、でそれでうわ楽しい楽しいですって死ねるなら、いくちゃんじゃんっていうね。まあ確かにな。星とか見て最後死にたいよな。そうね。あ、星が綺麗だけど楽しかったな。脱出して、脱出して、無人島から。大丈夫、うん。携帯のホーム画面見せれるの？見せれますよ。携帯のホーム画面。私の？え、私の？これですか？ええ。あ、私のホーム画面はこっちに見せたらいい？うん、これ。うわ、何それ？ああ、もう絵になる。これは私のダーリンです。結婚した？結婚しちゃったわ。ありがとうございます。Kのいいところは？Kのいいところは思いやりがあるところ。思いやりあるところ、優しい、まあ優しいは優しい、でも男はみんな優しいけど、これは入れない。うん、男はみんな優しい。うん、まあ私すごい綺麗好きで、でも K も綺麗好き、だけどもっともっと綺麗好きになってくれた、まあ選手として尊敬できる、うん、時々面白い、ふと時々、ふとした時、狙ってない時。どういうきっかけで付き合った？付き合ったきっかけは、もう本当子供、そうね、子供としか見てなかったっけ、訓練時代、うん、本当に18歳だったからね。そう、子供だったじゃん、本当に。まあまあまあ、そうね、まあ、私も子供だったけど、で、まあ久々に会って、なんかまあ、そんなちゃんと話したことなかったっけ、訓練時代っつっても、おはようぐらいで、でもあっちはまあ、ゆりさんゆりさんみたいな感じで懐いてはくれとったけ、まあ、可愛いなと思うよったけど、まあこうふわーって喋りよって卒業して、まあ、意外となんかあれちょっとしっかりした子なのかなっていうのから、であっちもなんか私のことなんか何も考えてない人って思ってたらしくて、で意外としっかりしとんだなっていうので、なんかお互いまあ最初の印象よりなんかいい印象になってっていうところで始まったかな。まあ、そのきっかけをね、与えたのは、あ、そうね、我々だったんですね。我々というか、同期で、うん、ケイと俺が、うん、フライング訓練のためにご飯食べてる、たまたま行き合いがいなって女子、女子でもたまたま次の日長スパイクから出会いしてご飯食べてて、じゃあ同期会しようかって言った時に、うん、長くなったんだよね。そう、本当に4人でね、そこでご飯食べたよね。本当に不思議な出会いだったけどね。それなかったわね。そうよ、まあ、これ結婚まで行ってない、結婚まで行ってないよきっと。私絶対結婚できてないもん普通に。うん、うん、多分うんってうんって多分とね、よかったよ、でも結婚できて。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。結婚式はもう我々マジで
おらんかったら話になる。いや、絶対呼ぶよ。呼べよ。いや、もうちょっとスピーチ系よ、どっちかって。多分、位置はいいわ。我々多分、なんかなんだろう、違う席、ちょっと近め、近めの席、なんだろう、あの偉い人の、そう、ちょっとなんか親族の隣ぐらいの後ろや、後ろや、親族ではない。あれは、じゃあその一緒に寝てるんですかみたいな。ああ、ま、ケイト、そう、私はその結婚しても寝室別がいい派なの。寝室別でそのリビングがあって、じゃあもうそろそろ寝るかってなったら、それぞれお互いの寝室に帰ってそれぞれの部屋が欲しい派で、うん、でなんかけど、そういうちょっとなんかイチャイチャしたいな、ちょっとちょめちょめしたいっていう時は、どっちかの部屋に行ってそのお泊まり感覚を味わいたい人やけど、部屋全く別と、部屋全く別でいいの、別で寝たい人や、とりあえず、でそれでたまに今日寂しいなっていう時とか、向こうの方行って、うん、の方がなんか新鮮やん、こう今ちょっと妄想し、妄想してただけで、ちょっと今なんかゲーってなったわ。なったね。な、ゆりは絶対一緒、一緒のベッドで2人で寝たい。うん、無理、別々は、うん、一番ギュッてされるのが疲れ取れるっていうじゃん、一番癒される。そうなんだ。うん、そうだよ。だってあれよ、なんかその、それこのもうカチカチにされて、こんな感じに絡まりまくって、絡まりまくって寝ても、朝起きた時、うん、なんかまあ愛されてる、満たされてる感もあるかもしれないけど、こんな感じで、ね、腕枕、手みたいな、そう、いや、ここにもその手があって、首もこうなったわけやみたいな。いや、でも結局起きた時には2人ともスッて離れるの、自然と、うん、寝るまでこうギュッみたいなやつで、うん、すやーって寝て、で朝起きたらもうこうなった、こうなって遠いみたいな、前歯みたいな感じで寝るみたいな、そんな感じ、じゃない。いろんなタイプがあるんですね。はい、すぐるさんは、俺は広めがいい、広めのベッドとかで2人、うん、全然それでいいと。私も将来は広めの布団がいいし、ベッドか、うん、離れられるぐらい広いのでいい、うん、キングぐらいのね、うんうん、結婚したらファンは減っちゃうんじゃん、どう。私もともとそんなファン多くない、なんかそのユリちゃん、ユリちゃん、ユリちゃん、そう、今のカットで使います、絶対使う、ユリちゃんみたいなファンが多いってこと、いや、おらんのや、なんかあユリ頑張ってなみたいな、絶対ラブみたいな人がいないってこと。そう、選手として好いてくれとる、うん、私顔じゃないの、うん、だって顔で勝負してる。え、いや、もう顔で勝負してないけ、マジで、うん、おっさん、おっさんなんよ、中身、ね、おっさんでいきたい、うんうん、スピクちゃんはマジでおっさん、うん、おっさん、おっさんやな、すまんないゆりちゃん、そう、なんかゆりちゃんすまんって、ゆりちゃん、ゆりちゃんありがとうってお疲れって。次次はい、次次次次じゃあ変な質問するわ、うん、何フェチ、あ、フェチ、うん、フェチか、筋肉とかさ、手かな、手、手の爪とか綺麗な人好きやし、へでもおケツがキュッて上がっとるのも好き、おケツがキュッて、キュッキュッてなっとる、ふわーって触りたくなるし、新田ゆりファンは手の爪を綺麗にしてお尻キュッとさせてください、ね、フェチですからね、ついついつい、うん、何カップ、何カップか、C、 ほんとかよ、いや、ほんまだって、あ、そうなの、ほんまやで、 C、 なんなの、 C、 いくちゃん、いくちゃん何て言ったっけ、 D やけど、 E、 DE、 あ、DE、 あ、いくちゃんはでも E あると思うよな、スタイルいい選手は、え、でもスタイルいい、例えば、あ、千尋とかスタイルいいと思う、おー、うん、足細くて、でもスタイルいってボンキュッボンよね、ショーです。まあまあまあ。じゃ、いくちゃんスタイルいいと思う。なんか、ポンキュッ、ポンって感じ。バランスポンキュッ、ポン。ボンじゃないけど、ポンキュッポンって感じ。語彙。うん、語彙力。語彙力がね、ほんとに。グラビア担当だから。わかったわかった。何何好きな勝負服。勝負服の色。色か、緑、緑は
デビューしてからずっと好きじゃけ。あ、カッパのね。そう、緑ね。緑、うん、あ、でも六甲数強いよ。六甲数強くはないけど、スタートはいっとると思う。三連対立か二連対立、うん、女子でかなり高かった気がする。え、ほんまに、うん、やめて、それ勘違いだったらめっちゃ恥ずいよ。いや、大丈夫、2020年マジで、うん、やったじゃん、やったじゃん。似たようなのが六甲数回です。頑張った甲斐があったよ、うん、3期まあこんな感じで、うん、はい、同期の2人にお話を聞きました、はい、うん、あのレーサーとしての今後の目標とか、うん、そういうのあったらなんか一言お願いします。今後の目標、うん、走ると決めたら頑張って走るっていうスタイルです、うん、はい、はい、私はこの間言ったのと同じ、勝率を上げる、うんうん、ということでね、うん、116期を盛り上げていってもらって、うん、みんなで活躍していってもらいたいと思いますので、うん、はい、バロー、はい、今後とも2人の応援を皆さんよろしくお願いします、うん、イエーイ、グーチャンネル、スグルチャンネル、ありがとうございました。